まあ、ちょっと緊張してますね。でましてや佐々木朗希くんっていうところ、ちょっと、まあ、同世代の中でも結構有名なんで、めったにこう多分喋る機会がない選手だと思ってるので、まあ、一つ一つのこう質問であったり発言であったり、そういったところにこう、聞いて何か一つでも多く勉強になることがあればいいかなと僕は思ってるんで。いや、パーフェクトゲイ。どっちですか？こっちです、はい。で、ちょっとマイクつけさせてもらいます。体操選手の体って興味ありますか？ありますか？では、じゃあ橋本選手をお呼びします。お願いします。お願いします。はじめまして、佐々木朗希です。よろしくお願いします。はじめまして、橋本大輝です。よろしくお願いします。お願いします。めちゃめちゃでかいですねで入った瞬間めちゃビビりました。がっしりして、あのやっぱり肩周りとか、 なんかその腕とかそこら辺が違うかなと思うんですけど、どうなんですか？多分他の選手、他のスポーツと比べたら肩幅も横に広いですし、うん、はい、多分腕の太さであったりそういうとこ違うと思うんで、うん、わ、太いっすね。触っていいですか？はい、うん、すごいです。まずはお互いの印象について。なんか大学生でここまでこう、まあ、学校も行きながら、こうやってスポーツでも結果を残すってのは本当にすごいなと思います。高校生卒業してすぐプロになるっていうのはやっぱり相当こう僕の中でも覚悟がいるのかなと思ったので、でもその中でもやっぱり毎年こう活躍されてるのを見て本当に刺激も僕はもらってます。橋本は末っ子、佐々木は次男、共に男三兄弟。兄弟はどうなんですか？僕は、兄と弟のいて、はい、次男です。3人の真ん中です。どうですか？僕男3人の末っ子なんです。あ、末っ子なんですか、はい、じゃあ甘えん坊みたいなうちの弟見てる限り、はい、そんな感じですけど、どうなんですか？まあそうです、甘えん坊というか、ちょっと兄が僕を意地悪してくるんで、うん、甘えん坊というかちょっと僕が逆ですね。なんか、長男と弟が、仲良くて、はい、僕がいつもはぶられてみたいな感じだったので、僕いじめられた側です。三兄弟ならではのあるあるみたいな、なんかあったりしますか？お下がりが多いそうですね、僕もそう思いますね。僕まだ2番目だったので、3番目とかあと結構もうボロボロだったりします。はい、始めたきっかけは僕は兄の影響ですね。あ、じゃあ全く一緒ですね、はい、兄の影響で。じゃあお兄さんが野球やってたから始めた。そうですね、はい、兄が体操やってたのでその影響というか、まあ、最初僕いやいやでしたけど、まあ、やってよかったなって今思えば思いますね。僕はやっぱりなんか兄弟がやってるとかっこよく見えるじゃないですか。そういうのに、まあ、もちろん憧れもありましたし、まあ、一緒になんていうんですかね、野球だと対戦とかできるので、それも含めてこう、まあ、一緒にできたからもあるかなと思います。日の丸を背負う21歳の2人に世の中の21歳の声を聞いてもらった。刺激になります。自分も頑張ろうって思います。夢とか目標とかないんで、そういうなんか同じことずっと続けられるのってすごいなって思います。でもまあ中学とか高校生とかでなんか遊べてたのかなって。どうでしたか？僕は全然遊んでなかったかなと思ってて、やっぱり体操してるのが僕一番好きでしたし、むしろ早く家帰ってゆっくりしたいっていうか、休んで次の日に備えたいと思うタイプだったので、まあでも欲を言うならもう少しなんかこう強弱をつけて、この日は練習後に買い物行ってもいいかなとかいうこともしてもよかったかなと思ってますね。佐々木選手はどうですか？田舎なのでどっちにしろ遊べなかったので、あんまり遊ぶっていう発想なかったので、もちろん休みの日でもなんか友達と野球したりとかもしたので、それはそれで今は別にいいかなとは思ってます。さらに
こんな質問も。結婚するとしたら何歳とか考えてますかって聞いて。結婚するなら何歳ですか。僕は早い方がいいかなと思ってます。どうですか。僕は結婚するなら27か8ぐらいかなと思っていて。具体的具体的なんですけど、やっぱりちょっとロサンゼルスオリンピックぐらいまではやっぱり競技に集中したいので、それが終わってからかなとは僕は考えてるかなと思います。まあ、具体的に言っちゃったんですけど僕は。続いては事前に考えてもらったお互いへの質問。まずは佐々木から橋本へ。趣味すいません、ありきたりな質問ですけど。僕はドライブですね。ドライブ、はい、僕今練習に車で通ってるので、やっぱりその行き帰りで今日の練習どうだったかとか、今日練習何したいかとか思ったり、軽く考えた後にやっぱり音楽を聴いてドライブしながらリフレッシュっていう形で。逆に趣味は。僕趣味ないので、それでそれもあって聞きました。はい、これといってなんかこう休みの日やりたいものとかももちろんないですし。続いて橋本から佐々木への質問は。164キロ出した時の感覚と心境っていうのを聞きたいです、うん。まあ、感覚は、意外とこう力を入れたわけではなく、こう、まあ、僕の中では結構いいボールが行くときは、タイミングが合ったときだと思うので、うん、そのもちろん力んだからうまくいくわけではないので、こういろんなこの投球フォームのバランスでこうタイミングよく力が出すときに、いいボールが行くなとは思いました。うん、先発すると1週間ぐらい空くわけじゃないですか、はい、やっぱその次の試合までにどんな調整してるのかなと思ったりとか。まあ、6日間大体あるので、はい、まあ、次の日は、結構トレーニング、ウエイトトレーニングだったりそういうトレーニングを最初にこうやって、まあ、次の日休みで、あとはこう徐々に試合に向けてキレを出していくトレーニングをしたりするので、はいはい、大変なのは先にやりますね。うん、じゃあ先にやって1日休んで、あとは瞬発力出してきてるんですか。はい、そうですね、はい、うん、ありがとうございます。佐々木は3月 WBC で世界一に挑もうとしている。東京オリンピックで金メダルに輝いた橋本は世界で戦う心構えについて語った。僕はその時というかあまりプレッシャーを感じなかったので、まあ、特に最後の鉄棒の演技ってメダルの色を分けるので、あまりこうなんかミスしたとか考えずに、もう最後思い切ってやって、うん、思い切ってやって、まあ、それで失敗したらまあしょうがないなって思うタイプなので、うん、まあ、最高のパフォーマンスすることだけにフォーカスしていけたら、もうあとは自分がやることなので自分のことに集中してほしいなって思いますし、もう多分できてると思うのであまり言う必要はないかなと僕は思います。僕は絶対プレッシャー感じますし、試合中は基本ネガティブなので、もちろんこうミスしたらとかのことをちゃんと考えて、まあ、そのためにこう最善の準備をするみたいな感じなので、はい、そこはまあそれぐらい自信がつけるようにまずは練習しなきゃなとは思います。2人は最後にこんな約束を交わした。9月の世界選手権があるので、個人総合と団体総合に関したいなと思います。WBC の、金メダルを持ち帰ってきて、はい、お見せしてます。じゃあ優勝したらもう一回対談ということで。よろしくお願いします。